朝です。小野さんです。トラックに乗りながら AI とか、NFT Web3 の話をしております。今日は南砂、江東区南砂におります。すごい雨です。今日はスノー AI のお話をしたいなと思います。スノー AI、音楽生成 AI ですね。この前ですね、ユーディオ、これも音楽生成 AI なんですけど、それの、ご紹介をしたと思うんですけど、その時点で、ユーディオとスノー AI をこう比べたときに、まだユーディオが優勢だったかなっていうのが僕の印象なんですよ。僕、音楽素人ですけど、なんとなくこう、日本語のナチュラルさだったりとか、曲調も結構スムーズだったり、そんな印象があったんですけど、この度ですね、SnowAI 3.5 っていうのが公開されました。バージョンです。現状は3なんですけど、これがですね、今現在は有料会員向けにアーリーアクセスが提供されているそうです。で、近日無料ユーザーにも公開予定。で、これを3.5 をですね、紹介する YouTube が今たくさん出てるんですけど、それを見たら僕ちょっと衝撃受けちゃって、いやすげえなと思って。画像生成 AI、動画生成系 AI、チャット系 AI に比べて音楽系ってこう、ちょっと遅れを取ってたのかなっていう印象だったんですけど、ここに来てもうグーン来てますね。すげえっす、もうこれで。そうですね、僕がちょっとさっき作ったのがあるんで、それ後で流しますが、その前にざっくり概要です。SnowAI は、ユーザーの入力に基づいて、オリジナルの楽曲を生成する音楽AI サービスです。音楽の理論や複雑な操作が不要で簡単に楽曲を作成できますと。マサチューセッツ州ケンブリッジを拠点とするチームによって開発されていますと。で、今回の SnowAI 3.5 はですね、最大の長さ、曲の長さが4分に増加しました。他にもソング構造とボーカルフローの改善がされたそうです。これまずですね、基本的に作る時の動作としては、簡単に作れるモードと、歌詞まで入れるモードがあるんですよ。で、あと AIにランダムで歌詞とかを作ってもらう、そういう、モードもあります。で、僕は今回ですね、生き物係風の、歌詞と、曲名を日本語で書いてくださいっていうのを、まず先にチャット GPT で作ってもらってからそれを投げました。で、本当にそれだけでものの数分でしたね。5分もかかってないんじゃないですかね。それが2曲できましたね。で、ごめんなさい、歌詞と、曲名を入れた後にジャンルも選びます。だからポップとか、他にも何でしょう、いろいろありますよ。エモーショナル、ロック、エレクトロ、ビート、アップビート、メタル、あとラップとかいろいろありますね。で、自分の好みの曲調をそこで選んで生成すると。で、曲はダウンロードと共有することができます。無料プラン。無料プランでは、その生成できるクレジットに制限があったりとか、商用利用の制限があります。で、一方、その有料プランに入ると商用利用が可能だったり、音楽ストリーミングサービスへのアップロード、ができる。
ベーシックプランについては、月10曲生成。プロプランについては、ごめんなさい。ベーシックプラン、これ無料ですね。で、これが、月10曲で商用利用不可。で、プロプラン、これ有料。月10ドル。で、月500曲生成。十分っすね、これ。で、商用利用可能ですと。で、プレミアプラン、月30ドル。で、月2000曲作成。すごい。商用利用可能ですと。いやー、すごい。これちなみに、スノー AI の4も開発途中だそうなので、まあ、それも遠くない未来、公開されるのかなって思ってますね。いや、そうなんです。僕もアート作品、まあ、デジタルアートとか作ってる時に、動画を作るんですけど、動画作るとやっぱりどうしても音を入れたいんですよね。物寂しくなっちゃって。で、動画までこう頑張って頑張って作ったのに、音楽だけこう人に頼むのもなんかこう気持ち悪いというか、むずがゆいというか、っていうところがあったんで、いや、これだったら僕でも本格的な曲が作れるんで、いいですよね、これ。そうです。じゃあ、まあとりあえず僕が作った曲を2曲この後流すんで、ぜひ聴いてもらったらなと思います。では、あざっす。あ、すいません、曲名を言います。ちょっと寒いんですけど、曲名「未来への道」です。どうぞ。 明日への扉が開く、新しい風が吹いてくる。信じてるその瞬間に僕らの未来が始まる。君と出会ったあの日から心に光だと思ったよ。どんなに遠くても手を伸ばして歩いてゆこう。涙も笑顔も全部僕たちの宝物さ。明日への扉が開く。新しい風が信じてるその瞬間。